そうですね、だんだん脱いでますって何なの。予期せぬトラブルがまた一つ起きましたね。だんだん脱いでますんでね、すごい人為的なトラブルですけど、あともう脱ぐもんないですからね。いやこれでもう脱ぐってなったらもうアウトでしょ。大丈夫ですか。急にさあどうなる、ね、歌広場に声援を。さあサイドボーバックボーボーみんなの声援を受けて強くなるか歌広場へ。さあするリーダー無防備な新曲を相手に上から行く。さあコンボがまだ伸びている、原子も溜まっている。歌広場上は、いやーここは新曲のチャンスになる。さあここからスタンすれば危ないぞ。さあしかしどうしてか、ここは力んだか、ナイスガード間に合っている。聖剣一発からの新曲が力になる。ブイリバ対策。さあどうする、新曲のチャンス歌広場で。さあこれ体力がもう追いついている。クイズが発動、どうする、最後の一撃は。いやかかとびしゃも一戦歌広場は終わらない。惜しい、すげえ。さあナナイさん、はい、激しい逆転起きそうでしたが、そうですね、今の V リバさん切り返し技を当て身技に取った瞬間かなり危ない状況でしたが、はい、うまく切り返して画面中央に戻れたのが今のラウンドの勝因でしたね。そうですね、新庄君あの手でこんなに高度なプレーができるのか。上からいく。さあ歌広場はまたは一番初めのラウンドの勢いが戻ってきたか。さあどうする、プレッシャーをかけていく。さあしかし新庄君もここに来て前に出る。さあ星は2対1、新庄君優勢。これを星がかかっている。とぼける有田広場。さあ画面端、佐藤健ダウンをさせれば距離が稼げる。その中で危険な距離まで歩んでいくのは、うわー、ヒット確認なし。これは入って、さあダメ押し、ショルケン、そして上からいく。ダメ押し、投げは抜けている。新庄君の集中力、これはサポートはさせない。これで2対2。すごい狂乱の歌広場、これはすごい。確かにさあそしてこれが泣いても笑っても最終戦、新庄君調子勝った方がチームに勝利をもたらす。さあこの日本カワウソとは思えないスーパープレー連続、新庄君の竜。対するはビジュアル系アーティストとは思えない新曲、うわーマジだぞ。どっちも強い。歌広場の気持ちがここに来て強く出ている。つかみ投げ、さあ一発、着地は新庄君が取る。さあダメージ、これをしっかり取って、着地攻めだが歌広場負けていない。さあ両者トリガー状態、危険な状態だ。どうする、新庄取るか、一発気だ。上から行くが、マリン一つ2人に届けば強くなる。さあいけるか歌広場、確認します。さあこのコーチを背負ったカワウソ倒せるのか歌広場。新庄君がやはり堅実勝利受け。さあ七井さん、今の勝利はやりに来てますね。持ってますねこれは。さあ見事、さあ歌広場を粉砕するのか新庄君。まだまだまだまその量の肩に乗っている。負けられない戦い両者。新庄君いけるよ、いけるよ。さあどうする、様子見は増えるか。巴投げは新庄君、しかし打ち抜いた。アリアナどうして上、まだまだまだ。さあここ暴れているのは歌広場、体力差はない。いや新庄君ゲージが勝利へ対決からのゲージがない。さあ逆転はどっちだ、危ない状況ではある。お互いに持ってくる波動が見える。前に出てツンテツは最後の一戦中足一戦ラウンドかですよね。さあラウンドです、まだラウンドです。危ないです。最終ラウンド、まさかまさかフルラウンドフルセット。
さあこの聖戦どちらが勝つのか、どちらが強いのか。さあ竜巻真空の先制したのは新庄君、至高の龍拳対決、果たしてどんな幕切れが待っているか。上ガードする、上はどうする広場ミスになった、見逃さない、ゴー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 、新庄君の前に上げてよ、新庄君広場にはトリガーがあるか、押し返している押し返している、あった、thank you.